はい、えー、カル体のがね、値段をどんどん上げていって、人によってはですね、5ドルとか7ドルに向かうんではないかなっていうふうな分析をする方もいます。まあ私たちはね、えー、そういった未来の予測も大事なんですけども、ちょっと足場を固めるために、もうちょっと今回はね、スケアラビリティについて問題を考えていこうかと思います。まあビットコインでトランザクションと言われる取引データが集中すると、 まあ、処理が間に合わなくなって、決済とか送金の処理速度が落ちる上に、取引手数料が高くなってしまうっていう問題があるんですよ。これがスケーラビリティ問題と言われています。まあ、ブロックチェーン技術では避けられない課題の一つなんですよね。まあ、ビットコインっていうのは、一ブロックの上限が1メガバイトであるために、すぐにブロックの容量が満タンになって、データの処理速度が低下してしまうっていうことがよく起きてました。 スケーラビリティ問題は改善したアルトコインも登場しているんですけども暗号通貨がより社会に浸透するためにはこの問題は絶対に解決しないといけないですよね、まあ、このスケーラビリティ問題がどういうふうな解決を見せるかマイナーという、ね、発掘者や専門家の間で議論が重ねられてきました例えば2020年の1月日本銀行がスケーラビリティ問題の改善技術に関する調査論文を発表しているんですね で、スケーラビリティ問題の解決方法ってのは、4つ提起されています。1つ、ブロックサイズの上限をもうちょっと上げていきましょうってことが1つ。2つ目、ブロックに書き込む取引データを、じゃあ暗号化かなんかで縮小できないかなってことですよね。え、これは1つ目と反対の考え方です。3つ目、 ブロックが生成される時間を何とかして短縮すればいいんじゃないかなって考え方です。そして4つ目がブロックチェーンの外で処理を行ってしまおうというね、奇想天外な方法ですよね。で、これを一つずつこれからお話していきます。まず一つ目、ワンブロックサイズの上限を上げるとどういうことが起きるかってことなんですけども、まあ、順を追って説明しますね。ブロックサイズの上限が処理速度アップの妨げになっているために、 ワンブロックサイズの上限を上げて、スケアラビリティ問題を解決して、処理するトランザクションの数を増やそうという方法なんですよね。もうすでにね、これ言っただけで、ちょっと頭がこんがらかっちゃいそうですよね。まあ、単語レベルでよく理解できてないと、こうやって文章を読んでも、なんやそりゃってことになっちゃいますね。まあ話し続けさせてもらいます。まあしかしですね、上限を上げると、マイニングに対する負荷が大きくなってしまって、 規模の小さなマイニング業者さんっていうのは暗号通貨の市場から撤退する可能性があるんですよ。で、大規模にマイニングを行っている業者が利益を独占するっていう風な問題が起きてくるんですよね。うん、またワンブロックサイズの上限を上げるためにはハードフォーク、仕様の変更っていうのが必要になってきます。ハードフォークって聞いたことありますよね。 ハードフォークの後っていうのは従来の暗号資産と互換性がなくなるために全く新しい暗号通貨が誕生したというケースにもなっていきます。例えばね、ビットコインキャッシュっていうのはビットコインのブロックサイズを拡張してハードフォークによって誕生した暗号通貨です。私は当時ね、こういうふうに改善されたビットコイン、えー、なんですけどビットコインキャッシュなんでこっちの方が まあ本物のねビットコインっていう風に呼ばれるんではないかなと思ったんですけども相変わらず元祖ビットコインはビットコインですよねで2つ目ですブロックに書き込む取引データを縮小するという方法がありますセグウィットという圧縮技術を用いてトランザクションを縮小して同じブロックに書き込める取引データの容量を増やそうという方法ですよねすでにビットコインでは採用されて2020年1月時点で66%ほど普及しているというのでこちらの方が 最初のアイディアよりも現実的だったってことですよねで3つ目ですブロックが生成される時間を短縮してしまおうってまうことですよねビットコインは約10分の1のペースでブロックを生成してるんですよね、えー、で、えー、5分の1や1 3分の1のようにブロック生成時間を短縮してスケアラビリティ問題の解決につなげようという方法がこれです合意を得ればブロック生成時間を短縮する技術は実装可能になると思われます しかしですね、ブロックチェーンが間分かれして、二重払いなどのトラブルを招く恐れがあるんですよね。で、さらに、脆弱性が高まるという問題も抱えているために合意を得るのは現実的には困難だということが三つ目のアイデアです。ちょっとこれは外れそうですね。じゃあ四つ目の方法は何でしょうかそれはブロックチェーンの外で処理を行うという方法です。ブロックチェーンの外で処理を行って、取引の一部をブロックチェーンに書き込むという方法はいかがでしょうか ブロックチェーンに書き込む処理速度が減るために速度が一気に上がりますこの方法はライトニングネットワークとかサイドチェーンと呼ばれて暗号通貨のエレクトラムへの実装が進められておりますえー、聞いたことのない言葉がまた出てきますねだからね暗号通貨って理解が難しいんですよ、まあ、ただしねこの方法脆弱性が指摘されていてセキュリティに関わる問題を抱えてるんですよ ですから、この四つ目の方法も実装は難しく普及が進んでいるとは言えないんですね。で、またね、ビットコインのライトニングネットワークを実装するためにはハードフォークがやっぱ必要になってくるんですよ。ビットコインが分裂する可能性があるので、なかなか実装できないというのが最後の問題になってきます。ということでですね、うん、なかなかスケーラビリティ問題ってのは解決できないんじゃないかなっていうことで、結論付けられますね。いやー、なんかいろいろと勉強になりますね。 えどうでしょうか ?ADA については、どのぐらい理解できたでしょうかねで、最後にですね、ADA を購入するための取引所を、ちょっと一覧でパパパッとお話して終わっていこうかと思います。まずは、世界最大の知名度を誇る、まあ、最大の取引所中国、バイナンスですよね。こちらの方はいかがでしょうかってことでございます。で、二つ目はですね、アメリカの大手、ビットトレックスです。もう私もビットトレックス一番最初使ってましたね。うん 最近なんかホームページ更新されて使いやすくなりましたよ。セキュリティもなかなかいいんじゃないですか。えー、そしてですね、アメリカの大手、えー、先ほどのビットトレックスと双璧をなすとも言っていい、クラーケンですね。クラーケンもなかなか影響力のあるところですよ。2013年創業の老舗と言われる取引所です。まあ日本への参入も検討中なんで、早く日本でもね、ジャパンクラーケンができるといいなと思ってます。 で BTC の流動性が安定してすごく多いんで使いやすいかなと思ってますねであとねエイダーコインの海外取引所の買い方とか方法がありますけどもその辺はまた別の機会にお話し,しましょうかまずはコインチェックで相場か口座を開設してそしてバイナンスで口座開設をするというようなね2つの 講座解説が求められるかと思いますその他かねまあコインチェックじゃなくてもいいよかったりするんですけどビットトレックスとかでもねで英語の分かる方は直接海外の取引所で口座作った方がいいです日本のこういった暗号通貨の取引所って手数料高いんですよだからねものすごく持ってかれちゃいます例えばね、えー、エンジンっていうのが最近コインチェックで上場しましたけどもここで10万円分のエンジンっていう暗号通貨トークンを買おうとすると5000円が手数料なんですよ <laughs> だから買った瞬間に5000円損して9万5000しか入ってないんですよ。これじゃあね、売る時にも手数料かかりますしね。往復ビンタですよ。ということで本日は以上です。